生産分野の方って実は大阪で4時間ぐらい延々とされてるっていうセミナーがあって、それをちょっと今日2時間でお話をさせていただきます。でちょっとうどん屋さんの例をコピーということですね。これは会議が出てたら日本の国の、企業260万社で、黒字が 27% だったらえらいびっくりし始めましたね。で今日アンケートが回ってきた PDF なんですけど、黒字が 27% っていうのはすごいですね。今 27% ぐらいが黒字なんですね。ちょっと上がったんですね、25から 25.1 とか言ったんですけど、これ 27% ぐらいなんですね。 27% ぐらいの法人が黒字ということは、約 73% ぐらいの会社は、申告をしてるんだけど、税金、法人税という税金を払っていないという話ですね。だからそんな中でちょっと対税務署という申告書のイメージではなく、決算書で所得税を上げようと、これは皆さんの生活に直結していると思います、給与でもらってるのになんか手取りが今年から減ったなということはこれです。で永田さんのような個人事業主、杉本のような個人事業主もこれです。だから法人所得税が増税でございます、給与所得者は赤字がください、全部くださいのはあれを全部口切って、中には概業所とかですね、科目内訳所とかいろんなものが混ざってます。で科目内訳所って見たら、借入金のどこにいくら借りてるとか、役員報酬の内訳とか全部載ってますんで、皆さんのお給料がいくらとか全部あそこに入っているわけです。で銀行はそういうのをやっぱ見たがりということもあって、全部ひっくるめて申告書。厳密に言うとこれが決算書。はい。で、17ページ、右側の上ですね。ちょっと貸借対照表っていうのをこの参考書を見ながらね、ダクッとこう、色はイメージで捉えていただいたんですけど、このまた TKC の決算書がちょっと見づらい方は見づらいと思うんですけど、これ、こうやって、真ん中こう、線が入ってましてね。左側のこれ資産の部分になってるんですけど、こう数字が2列なんですか、2列ね。でこれ全体のバスでも結構ですけど、一応右側の決算額っていうのだけ見ていただいて、それは右のページの右側の負債の部とか純資産の部っていうのも同じで、これの世界で借り方とか貸し方とかいうのがあって、今日はこの話じゃないですけど、借り方よりも左側にある預金があるわけじゃないんですね。預金とかを見るのはこの左側なんですただ1個言えるのは、この会社が5000万円を元手にビジネスを始めて、今税金を引いた後の利益が過去からどんどん溜まっているのが5900万の、なので純資産が1億飛んで900万に溜まりますよ、こういう話。だから1億飛んで減価償却、今日はちょっとこの話はあんまりできなかったんですけど、この減価償却費っていうのはお金が出ていかないんだけど経費になってるんですね。この減価償却費がこの損益計算の中で費用の中に入ってるんです。費用の中で、皆さんもそういうところでちょっとこう差別化してやっていて、数年経った時にここにちゃんと出てきます。それまで持ち帰れるようになるためには、会社の将来をですね、数字で語って金融機関ともタイトな交渉にも買っていただいて、上手に金融機関の方に戦ってるわけじゃない、銀行の方も貸したいんですよ。貸す先がないですよ、ね、貸したくてしょうがない。ただ稼ぐ相手に見当たらない、彼らも困ってます。だから皆さんが上手にそういうことを引っ張ってきて、その資金でレバレッジ効かして次のステップに上がっていくような感じでお金を使われている。長時間ありがとうございます。はい。